どうも、なおちんです。海賊無双4やっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日はコメントをいただきました。ありがとうございます。理想的なスキルセットを教えてくださいということです。スキルスロットが2つ増えましたよね。さあ、皆さん、どんなスキルをつけてますか？乗るか、俺の船によ。スキルスロットが2つ追加された状態での理想スキルはこれだと思います。まず、起死回生の力、そして特殊技強化、本気バースト強化、ヒーローの力、獅子奮陣、勝破ですね。ここまでは今までと一緒なんですけども、残り2枠はこれです。地上攻撃強化ですね。雑魚戦でも強くなりますし、さらにこれ特殊技にもダメージが追加されますので、かなり強くなります。で、スカイタイプは地上攻撃強化ではなく、空中攻撃強化を入れればいいのではないでしょうか。とりあえずこれで真の海賊無双行ってみましょう。それでは行きましょうか。もうね、HP は減らさずに行ってます。うん、やっぱ減らした方が強いには強いんだけども、もうね、 HP と防御力が増えすぎて、その時間がもったいないんですよ。もう時間がもったいないので、もう最初からゴリゴリ押していった方が早くクリアできるっていうのが分かったので、今はそうやってます。いくぞ。とにかくもう押せ押せです。押せ押せでいきます。もう全然ね、それで間に合うので、まあ確かにね、4倍になった方が強いは強いですよ。それはもちろんね、強いは強いんですけども、全然やっていけるので、これでいってます。あー、ミホークまでいかんかったか。 OK、 いきます。で、問題は次なんだよね。次の大将たちを、いやいやいや、もう倒してる倒してる、遅い遅い。なんかね、結構バグが多くなってる気がします。うん、バグが多くなってるので、敵がね、うまいこと出てくれなかったら、ちょっとね、時間が過ぎちゃうんですよね。とりあえず次すぐ出てきてくれ。オッケー。あー、ミスったミスった。まあいいか。このボスがこの登場するときに本気バーストを使っていくといいんですけどね。まあ仕方ない。オッケー、いいと思う。でロギアが無敵になったとしても全然 OK です。行こう。で、次はあれだね、サボの動きがどうなるか、これ結構問題。いけー。あ、聖国まで倒した。うまいこといきましたね。で、ここのビッグマムがね、出ないことが結構あるんですよね。ビッグマムカイドウが結構バグで登場しないっていうのがあるんですけども、今回はどうでしょうか。できれば出てほしい。OK、 うーん、 OK、 そんなに死にてえか。出てくれよ、頼むから。あ、出ない出てない。これよ、これ。とりあえず、カタクリを倒す頃には出てきてくれるかな。いや、出る気配ないな。あ、出た。よし。OK。で、よかった。カイドウはいてくれた。これはありがたい。よし、もう全然ね、HP 減ってなくてもいけます。まあ、できれば黄色ぐらいまで減らした方が間違いないんでしょうけどね。おお、サボいる。でもちょっと倒せないかな。いや、いかない、サボいかない。
一番面倒なサボは行きたかったけども、押せ押せでなんとか行けるでしょう。俺の爪は行けるか。よっしょ、OK。 で、ちょっとゲージが足らんか。できればエースも本気バーストした状態で一気に止めたかったけど、あ、いけるな。 OK、 エースがとにかくめんどくさいからね。いけるやろ。あ、いや、バーストした。あ、いや、してない。よかったよかった。いきます。バーストしたまんまいってよかったな。まあいいでしょう。これ最後全部出てこいよ。いや、出てこない。出てきてない。ちょっとこっちに移動します。あ、出た出た出た。ここもね、出ないんだよね。一番面倒なサボをまずは倒したい。 OK。で、どこ？しゃあ。で、シャンクス、さすがに勝て。はい、おしまいです。 HP はまあそこまで減らなかったんですけども、まあそれなりに早かったんではないでしょうか。惜しい、惜しいな。あのビッグマムが最初から出ててくれれば4分台いけたんでしょうけども、ちょっとね、ダウンロードコンテンツ第5弾が出た時にバグが多くなって敵が出なくなったんですよね。そこがちょっと残念ですけども、まあ、あの起死回生で HP を赤にしなくても全然早くクリアできるようになってますので、このスキルセット使ってみてください。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。